はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。シーズン4年目に入ってちょっと時間がかかりましたけれども、選手の補強が終わったところになります。で、入れ替えたばっかりなんで全然順不動ではあるんですけれども、まず今季から参加していただく選手の紹介と、であと今日がねオープン戦なんで、ちょっとこのオープン戦は新しく入ってきた選手を中心にスタメンを組んで、まあ、実際どういう感じになるのか、見ていきたいと思います。で、コメントなんですね、見させていただいたところ、今現状が英国紳士スラッガー1人しかいないので、まあ、パワーのある選手を入れたらどうですかっていうのと、英国紳士の前に塁に出てくれるミートの高い選手を、まあ、入れた方がいいんじゃないかっていうのがかなりの意見ありましたので、まあ、そこら辺を参考にして、選手の補強をさせていただきました。で、あと中継ぎについては、まあ、結構自分の好みかな。まあ、なんかパッと見て、お、こいつ良さそうみたいな感じで入れてありますと。で、まだもうちょっとだけね、選手の枠があるので、そこはまたちょいちょい見ながら、入れていこうかなとは思ってます。じゃあまずは、まずこれゲスですかね。読み方普通にゲスですね。今流行りのゲス。急派の選手になります。まあ、伸び、ジャイロボール、重い球、クロスファイヤー、オリジナルストレートのブレイクボールでいいのかな、これは。まあ、こんな感じになってますと。で、高谷、これはコントロールが売りで、チェンジアップが7ありますね。一応オリジナル球種がチェンジアップになってるので、まあ、もしかしたら普通のチェンジアップじゃないボールかもしれないですね。ちょっと見てないんでよくわかんないですっていう。で、これも完全に名前に惹かれましたね。英国紳士の、何これ、弟分的な、まあ、米国紳士で、英国紳士がパワー主体っていうことなので、多分、米国紳士の方は、まあ、ミートがめっちゃ高いっていう。ただね、ちょっとチャンスがね、F っていうところが、まあ、気になりますけれども、まあ、阿部日持ちなので、まあ、全然いいでしょう。で、悪球打ちも持ってるんで、まあ、どうかな、悪球打ちあると、より打ってくれるような感じになるのかな。で、あとはこれが、海なぎでいいのかな、全然違った、みなぎ。ですね、これもパワー型の選手になりますね。チャンスに強くてパワーヒーと広角で初球持ちと、初球からガンガン振っていってくれればいいと思いますけれども、積極打法もつけてますね。で、スピードスターで、スピードスターは、ミート寄りの選手ですね。まあ、調子安定持ってて、まあ、走力とミートが高いので、まあ、塁に出ることを目的に作ってくれたと思います。で、トシダ君もパワー寄りと、パワーヒと逆境持ちといったところになります。で、カラスマスクは、平均的な選手ですね。まあ、守れるしレーザービームもあるんで、まあ、肩 C でレーザービームってどれくらいの威力を発揮するのかちょっと分かんないですけれども、一応これは平均的な選手も入れておいたというところですね。で、カリミックスでいいのかな、こいつは。こいつはね、チャンスに強い選手ですね。まあ、名前が、名前が何っていうのがありますけど、山田電機って、音声カリン、セネームが、もうなんかよくわからんっていう、まあそんな感じです。あと、おじさんを入れてます。おじさんもミート型の選手ですね。まあ、ベレージヒッターを持ってるんで。で、あとは、イカオくん。イカオくんは変化球が、まあ、3種類あるので、まあ、練習で変化球を伸ばしていこうかなと思ってます。で、あとはトーマス。トーマスも速球派の選手ですね。まあ、スタミナがだいぶ少ないですけれども。まあね、うちのキャッチャーはね、キャッチャー20丸とか、まあ、あと、球界の頭脳持ちがいるんで、まあ、そこでなんとかフォローしていければと思います。一応変幻自在持ってるんで、まあ、金徳持ちですね。で、あとはズラ。ズラもミートによる、ミート寄りの選手ですかね。まあ、ただ、パワーも D あってパワー日持ちで、まあ、代打丸を持ってるので、代打でも出れますと。まあ、チャンスも A なんでね。まあ、どっちかっていうと、代打に取っておきたい選手ではありますね。で、あとは、これは普通に明治でいいのかな。明治は、あれですね、特殊能力に、寄らせた感じですね。なんで、基礎値は、まあ、E と F しかないんですけれども、まあ、勝負師持ちの、パワーヒアベヒ骨格、粘り打ち、内安打、まあ、さよなら代打。レーザービームが果たして意味あるのかっていう感じだけれども、まあいいでしょう。というような、感じになってます。まあ、このメンツを迎えての、シーズン4年目、やっていきたいと思いますので、ちょっとここでオープン戦の、スタメンを
組むので一旦切ります。はい、じゃあちょっとオーダーを組み替えたので、見ていきましょう。スターティングオーダーはこれでいきます。1番スピードスターセカンドですね、ミーと A の走力が S、まあ、盗塁 B も持ってるんで出てくれれば走ってくれそうですね。まあ阿部日持ちでもありますと。で2番が米国紳士、ミートが S の阿部日持ちと。で3番が、カラスマスク、カラスマスクは守備もできるので、外野のセンターに置いてます。で、4番はねもうちょっ と、DH なんで今回不動の英国紳士頼んだぞ。で、5番に俊田くんを置いてますと、パワー A のパワーヒッターですね。で、6番がみなぎパワー B と。で、7番がおじさんと、まあ、アベレージヒッターのミートが高い選手で、今回保守はねちょっと追加で入れてないんで、コチヤに任せます。球界の頭脳持ちですね。で、ショートがサンデーモーリー、ショートもね全然いなかったんですよね。メインでショートっていうのが多分一人もいなかったかな。まあ作ってきてもらって採用されてなかったらすいません。ショートメインの人は入れてないんで、まあサンデーモーリーに任せましょうと。ちょっとね、守備面に難はありますけれども打撃重視でいきたいと思います。で先発はちょっとイソッチに任せて、中継ぎはタイミングを見て出していきたい感じですかね。まあ一応そのベンチには全員入れてますと。 OK で、そうか、相手はあれか、サクセスチームか。まあこのねサクセスチームでどこまでいけるかといったところですね。やっていきましょう。あ、ちなみにね試合は通常の試合になってます。まあみんなの様子を見つつ、まあ一巡したらちょっと高速試合でやっていきましょうかね。いきなりか、パピオンとか。第9投げました。お、これはでも大丈夫でしょう。カラスマ余裕があります。いいねいいね。これでワンアウト、ランナーはありません。どころ。そういや、サクセスチームにいるんだよな。投げました。お、これもでも初球引っ張った。おじさん。ライトへ行った。おお、いいねいいね。掴みました。これでちょっと動きが鈍い感じがしたけど。バッターはスイッチヒッター。友澤。そうか、友澤はスイッチヒッターか。投げました。トモザーはマジバケモンだよな、こいつ。オーケーオーケーオーケー。でもすげえ、三者凡退に抑えた。球数も全然少なかったね。いいねいいね、打たせて取るっていう。頼むぞ。先頭バッターはスター、スターって言うんだ。呼び方も気になるよね。いいねいいね、よく見た。さあ次の投球、強振にしてるけど、おお、ライジングキャノンか。第3球を投げた。もういいねいいね、手を出さない。次が4球目。これ、打ちました。ライジングキャノンの威力に押された感じだな。ランナーはありません。バッターは2番ベイトマン。なんて言った？ベイトマンって言った？初球から打ってった。まあ初球打ちは良かったけどちょっと浮いちゃったね。バッターは3番カラスマ。さて英国紳士の前に塁を貯められるか。低め外れてボール。三者凡退になるとちょっと、おお、ライジングキャノン、ライジングキャノンってほんのちょっと浮きますよね。ほんのちょっとだけ。追い込んでから投げました。おお、やられたか。まあさすが怒り守ったよな。怒り守る。今日は上々の立ち上がりです。2回の表、先行チームに入ります。これはちょっと一回ほいっと。どう？0対0で迎える2回。打たれたところしか。結果だけが残るっていうね。ストライク。ほい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で。一塁三塁になってるんですけど。パワフル。ここは外野の佐久間君もね強いと思うんだよね。ほい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で怒り進む。打ち取ったのか。ストライク。まずは入れてきました。スイッチもねアベレージヒッター持ってるからね。第2球投げました。危険だよなこいつも。カウントはワンボール。さあこのピンチをどうする。投げました。流し打ちどうだ。レフトの左。フェンス直撃。入れられたね。先制。怒り進むタイムリーツーベース。まあさすがスイッチだよな。なおもピンチが続きます。バッターは9番スクモ。3点とか。スクモに打たれたか。ランナー1塁という場面でパピオン、今日早くも2回目のバッターボックス。あれってかもう一周してる向こう。
ツーアウトランナー一塁という場面でパピオン、第一打席はセンターフライに倒れています。このあれが難しいね。お、いいねいいね、ちょうど英国紳士に回ってきた。パワフル攻撃に入ります。バッターロマンあふれる長距離砲、おーおーおー打ちました初球打ち大丈夫か、しっかりと調整してくれよ。これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番どしだ、投げた、うーん、危ない球。第2球、君はねパワーが売りだから、投げた、できれば強振で打ってほしいんだけど、いいねいいね。第3球を投げた、ボール、バッターよく見ました。カウンタースリーボール。第4球を、これはもうフォアボールだね。選んでフォアボール、まあいいでしょう。ストレートのフォアボール。初球もるかこいつも。第9。ライジングキャノン決まって、低めのライジングキャノン。タイミング合いません。第2球。打った。宇宙外へのフライですが、ちょっとだけな。センター掴みました。いい感じに当たってればいったんだけど。ランナーは1塁変わりません。第9投げた。ストライク。ここはねさすが怒り守るっていうところかな。第2球投げました、打ちました、おーいいねいいね、さすがアベリジヒッター。1人になります。ボールは中継、小島いいバッティングを見せました。こっちやくん、さあチャンスを広げました。チャンスは B なんだ一応。初球決まってストライク。第2球投げました、見送ってボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました。なんで今日はね系統策でいこうかなと。これは完全なボール球、中継ぎをどんどん投入していきましょう。まあ、1人2回くらいで交換していこうかな。先発はね、まあ、4回5回まではちょっと頑張ってもらいたいけど、点数にもよるけどね。イソッチがどれくらい取られるか。先頭バッターは木所、第1打席はライトフライに倒れています。3点、6点取られてんじゃないかよ。リードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で、ワンアウトか、まだボール大きく外れました。これはちょっと急っき4回で変えようかな。パワフル、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはモーリー、まあ、サンデーモーリーはねどっちかっていうと守備型の選手なんで、第2球、まあ、9番バッターにしてますね今回は。見送ってストライク、やっぱりねショートはね第3球を、肩と守備絶対必要ですからね。インコース高め、フォークは外れてボール、ここはよく選びました。多少の打力を捨てたとしても守備に特化させたいショートは。インコース低め、カウントは2ボール2ストライク。これはあって引っ掛けた、サインが掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト。さあてスピードスター、打順はトップに帰ってスター。第1打席はサードフライに倒れています。あれそういやこれ自分でピッチャー変えられるんだっけ、6点取られてるけど。1球目ストライクから投げた、ボール、カウントはなんか変えられなかったような気もするけど、投げた、決まってストライク。バッター追い込まれました、まあ、ここで1番バッターが出てくれれば、打った、ファール、あとぜひ走ってもらいたいものだ、出たら、おーいいね、打ったんやったら、おー破ったね。クリーンヒットです。さてスター、ナイスバッティング、いい形になってきたよ。これで2打数の1安打。あれこいつって併殺持ってるの。全然気づかなかったんだけど。第2球投げました、流し打ち、惜しい惜しい惜しい、流し打ち自体は持ってないのか。打った、流し打ち、振り遅れてるねライジングキャノンに。左に切れていきます。おーでも粘るわ。次は5球目、おー打ちました、これはまさかここで伸びていった。ツーランホームランとは、いいね。バッターは3番カラスマ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ルイを貯めるっていうのも重要ですけど、自分で点を取れるんだったら全然それでもいいっすね。第2球でカラスマくんが出てくれて、投げました、見送ってストライク、で英国紳士に回ると。第3球を投げました、外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。これは投げた、おお打った、引っ張った、ファール、追い込んで第5球投げた、いいね、流し打ち、あーでも切れるか、なかなかいい感じで打ってくれたと思ったんだけど。第6球はおおすげえ、フォークとかねマジ打ちづらいからね。レフト前、ミトを掴みました。さてこれでツーアウト、英国紳士ありません。第9調整はうまくいってるかね君。投げた、初球見送って、まずは見て。第2球投げた、これはボールだね。カーブはボール、低めカウント1ボール1ストライク、投げた、ストライク。第4球を
やっぱりライジングキャノンってコンピューター的にはすごいのかな。序盤終了。あ、勝った勝手に変わった。ギスが出てきた。今日2人目のピッチャーとして登板します。頼むぞ。試合はこれから中盤4回に入ります。おー、ブレイクボールだ。いきなりめっちゃ浮くね。爆速並みに浮くね。高めストライク。さあ次の投球、インコース。すげえすげえすげえ、めっちゃ振ってくるわ。第3球を投げました。膝元。いや、これはすごいかもしれない。これはわずかに外れています。カウントワンボールツーストライク。完全に合わせられたな。でもレフトスタート。いいね。噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番福も、今日2打点を挙げています。ストレート見送ってストライク。初球ストライクから。めっちゃストレートで押すな。危ない球、投げました。打ちました。いい当たり、うん、ショートバウンドボールを取った。モーリーうまくさばいています。パピオン、これで2アウト、ランナーありません。パピオンはもう完全にピッチャーとしては機能してないな。完全に野手だな。1球目ストライクから。おお、いいね。厳しいところ、軽く追い込んでまいりました。打った、いい当たりだ。とだ、おじさん取れないか。バックしていった。パピオン、いいバッティングを見せました。バッターは2番木所、今日はライトフライとショートゴロ。スタミナがいいか。でも外角見送ってストライク。まずは決めてきました。どれくらい、2回くらいは持つかな。これから2球目打ち込まれなければ。打ちました。打球はライトへ。打ち込まれてる。点を取られるとね、だいぶスタミナ消耗するからね。木所ツーベース。ここを抑えられるかどうか。ディフェンスポイント。友沢かよ、よりによって、まあ、よりによってっていうか、そもそもサクセスチームはもう誰が出てきても怖いからね。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を速球中心がね、これだけ速球投げるってことは。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。あ、失投したか。マジか。打った。これはいい当たりだ。これは痛い。入った入った、ホームラン。そうか、進藤監督だったね。そういえばどうだったでしょうか。完璧に捉えられました。いやー、オープン戦コールドとかあんのこれ。これが3度目のバッターボックス。ホームラン打ってるし。いや、こいつはマジ化け物だ。戦ってみて改めて思い知らされたわ。ナイスバッティングです。バッターは5番。もうちょっと申し訳ない。あ、飛んじゃったか。まあいいや。リードで迎える5回。ほい。パワフル追う展開で迎える5回です。バッターはスター。投げた。初球はストライク。初球ストライクから投げました。お、いいんじゃんこれ。打った、痛烈な当たり。うん、いいねいいねいいね。これで2塁までいけるか。この打ったバッターは2塁へ向かった。スター、いいバッティングを見せました。さて、ここから走ってくるかどうか。第9投げました。低め外角ストライク。第2球投げました。引っ張った。おー、これはいいねいいねいいね。一塁ランナー三塁へ向かう。ベイトマン、ナイスバッティングです。さて、ここからの。さあ、チャンスを広げています。カラスマスク。第9投げました。おー、ワードコース高めいっぱい、ストライク。外角の高め。1球目ストライクから。第2球。あー、これ打ちました。最悪だ。ゲッツーになるぞ。あー、大丈夫か。アウト、スリーアウトチェンジ。あれ、スリーアウトか。そもそもランナー1塁3塁残塁。5回の裏が終わりました。チャンスを生かしきれなかったか。お、イカオくんが出てきたね。イカオくんが。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターはイカオくんはね、もうちょっと変化球が鍛えられればいいんだけど、発展途上っすね。発展途上。まだ光るものは持っているっていう。もう追い込んでいます。第3球を投げた。おお、いいね。見事なピッチングです。だけどバッターはトップに帰って、パピオン、今日はここまで3打数1安打。初球外れてボール。バランスはいいんだよね。第2球投げた。見送ってボール。わずかに外れました。あれ、今の外れたの。入ったと思ったんだけどな。投げた。ストライク。タイミング合いません。ちょっとストレートで押しすぎじゃないか。緩急持ってるんだから。流し打ち。ベイトマン、いいね。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第9投げた。初球空振り。タイミング合いません。第2球。そうそうそう、ストレートからの投げた。スローカーブ。これで追い込みました。緩急をつけていく。緩急を。あ、奪三振持ちか。何気に。あれ、これ取れる。レフト前進。よしよしよし、いいねいいね。スリーアウトチェンジ。うん、タイナ。この6回の裏、英国紳士攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲、英進。今日はキャッチャーフライと三振。おお、ちょっと英国紳士、初球空振りから。今日は活躍が。投げました。打ちました。オッケーオッケーオッケー。とりあえず1安打。エイ
身いいバッティングを見せました。トシカ君もねパワーあるからね全然持っていけるんだよね。おおいいとこに投げるねライジングキャノンを。第2球投げました。外を際どいボールカウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。おおほらねほらね完全にいったね。まあ、打撃力はあるよねそうするとやっぱり。さすがだ。いい形で来てるね。今日はセンターフライとファーストフライ。投げた。4点取れてるからねなんだかんだで。さあ次の投球。投げた。だからあとはこう守備とのバランスだな。投げた。打ちました。おおいいねいいね。今回はみんなもう打撃寄りの選手になってるんで。あとは既存のメンバーをどう混ぜ合わせていくかといったところか。今日3打席目投げた。初球決まってストライク。第2球投げた。ボール完全なボール球。あとはねやっぱピッチャー陣だよね9点取られてるからな。9点取られてるとはいえねこいつら本当スライダーボール本当バケモンしかいねえからな。ここのチームは投げました。よし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 。これも打球は宇宙間に上がったヒット。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ打つね。宮城三塁です。と小島いいバッティングを見せました。ただね8番9番が若干心もとないっていうのがあるけど、まあ、チャンスは B だから。投げました。ボールカウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。落ちる球空振り。フォークに合わせてきたか。フォークとか絶対な打てないからな俺あー今の振ってしまうか。タイピン B だからね。おお、際どい。ここはよく選びました。多分俺振ってたな。俺だったら。打ちました。あこれでも浅いよね。無理だな。センターへのフライ。掴んだ。ボールは中継。これでワンアウト。ランナーは一塁三塁になりました。第九。米粒だな。初球を打ちました。米粒だけど頑張ったな。走れないの？つくもはねレーザービーム持ってるからね。いい感じで進んできたけど怒りに抑えられてきたな。ボールはっきりしたボール球。カウントは2ボールノーストライク。投げた。見送ってストライク。次は4球目投げた。打った。痛烈な打ち。掴んでこれで3アウトになります。レフトの正面。中盤まで終了。形は良かったんだけどな。これから終盤に入ります。バッターはスイッチヒッター。まあ、伊藤君は結構やるっていうことが分かったから。先行チーム、おいいねいいねいいね。7回です。ツーアウトになってる。ランナーなしという場面で3位が1球目ストレート空振り。少し迷ったか。ってことはピッチャー変えられねえな。勝手に出てきたってことは。カウントは1ボール。あそうだよね変えられないわ。投球は3球目。監督試合にするとね若干面倒くさいですよね。追い込んでいます。第4球は。おおさすがだナイス。最後は空振り三振で打ち取り。7回の裏パワフルラッキーセブンの攻撃。トップバッターはってことは代打も出せないか。代打も出せねえわ。第2球カーブはボール。カウントは2ボールノーストライク。まあただ米国紳士もねミートエースあるから打ちました。いくらエースとはいえダメか。金妻くんがね今回ちょっと活躍が。初球打った。ライト前進。おお。スクモ。ファインプレイ。さすがだ。これで2アウト。ランナーありません。バッターロマンあふれる長距離砲エイシン。あれ。打った。今のちょっと振ってしまうか。第2球。投げました。カーブは空振り。いやーいきなり追い込まれたな。守る君はでも7回で終わりかな。スタミナ的に。投げました。おお、三球三振。やられた。最後はスイングアウト。もう一回ぐらい投げてくれたら。お、トーマスが出たね。トーマスが。八回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは尾藤。今日はここまで三打数一安打。いやー、そこからの。初球ストライクから。ストレートでしょう。バッターの足元。第三球を。ストレートがあってこそチェンジアップが生きるんだ。タイミング合いません。第4球を投げた。打ちましたいい当たり。ライト前ヒットクリーンヒットです。さすがにアベレージヒッターだな。ナイスバッティングです。バッターは指名打者佐久間。今日はここまで3打数ノーヒット。佐久間 DH だったんだ。インハイ際どい球ボール。これはわずかに外れています。
投げた。打った。どう？大丈夫だね。左中間へ持っていきましたが、さすがにカラスの動きがいいね。これで鈍い感じがしない。なんか他の人なんかさ、守備の動きがさ、やっぱ鈍い感じがするんだよね。初球から打ってった。おお、いいねいいね。安定のセンターだよ。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。まあ、ビトーチちゃうね、走ってこないと思うんだけどね。走るような能力じゃないから。第2球投げた。トーマスは直球も速いからね。第3球を投げた。3球目空振り、タイミング合いません。第4球を、あれクロスファイヤー発動してるけどさ、別に対角線上じゃなくね。クロスファイヤーがよくわからないな。さあ、ここは守備を変えてきたか。ひじりちゃん。8回の裏、5点を追いかけます。パワフル攻撃に入ります。守君まだ投げるか。トップバッターはどしだ。今日はツーランホームランを打っています。まあ、トシタ君はね、もう見せ場を作ったからね。第2球投げました。2球目ストライク。バッター追い込まれました。1球外した。ボールカウント1ボール2ストライク。いや、でもなかなかの収穫のあるオープン戦ではあったかな。打ちました。なんか完全にさ、負けムードだけどさ。投げました。ライジングキャノンボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。打った。どう、これはセンター方向に持ってきました。センター取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番ミナギ。今日4度目のバッターボックス。あ、インコース高めストライク。少し迷ったか。ライジングキャノン。第2球投げました。見送ってボール。外れてワンボール1ストライク。うちはね、絶対的エースがいないからね。まあ、しょうがないんだけど、そういうチームだから。おお、いいね、さすがだ。いったー、一直線。入った入った、ホームラン。ソロ。まあ、学校っていうのもあるけどね。そっか、サナちゃんいたんだっけ、このチーム。今日はここまで3打数2安打。投げた。外れた、ボール。第2球投げた。こいつはもう完全に変化球中心だからな。投球はこれから3球目。外角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。インコース低め、外れてボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール2ストライク。打ったに当たりだ。レフトへ行った。ヒット。 LG ヒッターやっぱりすごいね。小島、いいバッティングを見せました。バッターは8番コチヤ。このね、8番9番でどれだけ繋げられるかっていうのも一つ課題だな。第2球投げた。もうこの2人に関してはちょっと打撃はね、捨ててるからね。投球は3球目投げた。見送ってボール。カウントは1ボール2ストライクです。やっぱり上位打線に何とかしてもらわないと。空振り三振。こちら三塁毛利とかね。第九。もうめちゃくちゃミート小さいのにさ、強振しようとしてるからね。第二球。内角高め、カーバー外れてボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。でもちゃんと合わせてきたけど、やっぱりね、ここはなかなか厳しいな、打順的に。最後の九回で、まあどうなるか。トップバッターのパピオン。今日5度目のバッターボックス。投げました。任せて。初球空振り。タイミング合いません。うまく0点に抑えてくれたな。先頭バッターはスターボール。第2球、まあ、同点とは言わないまでも、できればちょっと形をね、作ってほしいね。形を見送ってストライク。あれ、強振にしてるけど、投げました。おおお、タイミングさえ合ってれば絶対行ったのにな。5球目投げました。ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投げた。打ちました。引っ掛けた。ショートバウンド1塁送球。ここは守備に阻まれました。バッターは2番ベイトマン。今日2打点を挙げています。ボール。バッターよく見ました。第2球せめて英国紳士に回してほしいな。第3球を投げた。変化球ストライク。低め。次が4球目投げた。さすがにいいコントロールをしてるな、サナちゃんは。さあ、投球は5球目。打った、痛烈な当たり。一塁送球。ダメか。ここはうまい守備に阻まれました。カラスマ君はな、ちょっと今日、今日ちょっと見せ場がないからな。初球見送ってストライク。せめて、せめてここで投げました。塁に出てほしい。一気に追い込まれたな。見せてほしいところです。第3球を投げました。低め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。お。打ちました。いい当たり。あー、でもちょっと正面に行っちゃったか。クモ取りました。試合終了。パープル悔しい。まあ9対5か。まあでもね、点が取れるっていう。滝本トップ。本日3安打とか。まあちょっとね、相手がバケモンすぎたっていうところも
ありますけれども、まあなかなかいい感じだったんじゃないですか。滝本に打たれて、雑賀に打たれて、友沢に打たれてるけど、まあ、うちも米国紳士と利田くんと南ちゃん3人打ってますからね。で1400人増えたと。お、なんかいろいろ上がってる。あ、オープン戦ってまだあるんだっけ。じゃあちょっとまだ使ってない選手がいるので、次もちょっとオープン戦、1試合分やっていきたいと思います。今回はこれでじゃあ終了したいと思います。まあシーズン4年目に向けて大事なオープン戦になりますので、まあ次回もちょっと大切にやっていきたいと思います。じゃあこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。